はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。闇のマナストーンがガラスの砂漠にあるということなので、ガラスの砂漠、降りていきます。ガラスの砂漠、ロボがいるね。あれ、これなんだ、デーモンっぽいやつもいる。ここがペダンの学者が言っていたガラスの砂漠だな。デュラン、急いで闇のマナストーンを探すわよ。それで神獣を倒したらお母様を助けるのを手伝ってよね。ああ、もちろんだ。そうか、アルテナの女王、そうだったな。こいつ多分そうだよ、壁あるよ。グレムリン53レベル叩き落とす。ん、右と左、なんかどっちでも良さそうだけどね。右から行ってみる。リュウサ、これは食ってくるやつかな。1、2、3、4、はい、ちょ、1ターンで倒せるか。1ターンと呼んでいいのかよくわかんないけど。で、左に敵へ、っていうか多分合流したところで、あ、宝箱ある。おー、待って待って待って、流された。天使の聖杯に行こう。この2人流されっぱなしだ。どうしようかな。 230% か。まあちょっと、え、待って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 、なんか使ってる。サビってなんだ、攻撃力が下がるのかな。ロボット一体強いからね。ガーディアン、こいつ邪魔だな。結構減ってるけど、よし、あそこにドラゴンがいる。プチドラゴン的なやつ、技使うか。いや大丈夫だ、まだ。いや入ってくるな。いって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 、沈黙になった。デュランの沈黙は大したことないからね。痛い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 、魔法、砂漠で動けん。グレムリンか、叩き落とさないといけないのがやっぱめんどくさい。本当に よし。てかシャルロットすげえマジックパー減ってんだけど、回復させるか。くるみ22個で、こっち、いや右もいけんだよね。すぐ反対側が気になるけど、いや、いけないかこれ。あ、いけない、この流れはいけないわ。ってことは結局こっちからいけなきゃいけないってことか。リュウさんに流されてあそこに戻されそう。忍者がいるな。忍者すげえ厄介なんだよね。2人いるな。いや使おう、扇風剣を使う。2体入ってる。左の人微妙だけど、あ、入ってんね。で、あそこにも敵鋭で、なんかめっちゃ流されてるけど、え、どうなんだこれ。こっちもいけんね。こっちから行ってみよう。下に敵がいたけど、あそこになんかいる。さっき映ってたやつか。宝箱、金色のアイテムの種、よし。あ、こっちは普通に倒そう。ほい、バン。え、いった。え、マジ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 、待って待って待って、石化かよ。で、とりあえず俺を蘇らせて、あとはちょっとティンクルレインでなんとかしてもらおう。シャロット、石が溶けた。戦闘が終わると完全に回復するのかな。これ上は何もないね。え、なんだこれ、どっちだ、どういうことだこれ。こっちも行けるけど、下降りてみようか。なんか行けそうだよねここ。いや、めんどくさそう。これ固まってんな。扇風剣やろう。先手必勝、バトル前に必殺技を繰り出す。当然の結果ね。
一層。なんだここは。あ、サボテンくんがいる。回収していこう。次なんだっけ。宿屋に無料、お店 20%。 なんかもうここまで来るとさ、お店 20% はちょっと微妙だよね。多分もう種回収して、なんかラグナロクのラグナロククラスのアイテムを手に入れた方が多分強いと思うから。あれ、あれ、ここ結局ここに戻ってくるってこと。レッサーでも硬い。じゃあこいつはすっぱいな、飛んでんのか。とこいつか、魔法で叩き落とせんのがいいな。あ、ここに壺があるけど、アンジェラがちょっと減ってたか。ん、待って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 、こっちから来たんだよ結局。こっちから来て、こっから出てきて、だからこっちだ。忍者がいるね。 143% 変な目玉もいるし、ちょっと上の忍者から倒そう。え、なんだ、毒みたいなの入ってる。ナイトブレード、ナイトブレードって確か遠くらいのあれだよね。各職業の人たちがいるよね。あの鎧着た騎士は多分デュランの職業の敵みたいな。こっち行けんな。でホークアイでしょ、他は分かんない。ケビンはあれか、獣人がいるのか。あ、またサボテンくんか。サボテンくんなんか全然溜まってなさそうだな。か、半分くらいしかいないから、ここストーリーここまで来て半分くらいだからね。半分くらい見失ってるってこと。 184% でゴーレムがいるから、ちょっとでも遅いんだよな。ここで溜めて、はい、ちょっと壁だけ先に。なになになに、ちっちゃくなっちゃったよ。 VV 走、トゥルレイの方が早いかな。ちゃんと間合いを取りながら攻撃しよう。せめてこれだけで。こいつ多分まだ壁があるよね。射程から離れよう。じゃ、なんで。VV 走、自分で回復する。あ、ピクルレインが入ったけど、誰だ、ホルダー、こいつか。許さん、これ最後って自分がちびっこになっちゃったら魔法は唱えられんのかな。ゲシャルドット結構減ってるな。回復の回数が多いからか、このアイテムちょっと回収して。これいけないよね。え、左、え、違う、ここ多分落ちてくる。ここからいけるか。右の方の流砂の流れが激しいから、あんまり戻されたくないんだよね。敵やる。いや、こいつらは普通に倒そう。え、ちょっと待って、プチティアマットも鎧着てるし。いってー、サファー、そっと待って、アンジェラがやばい。いや、死んだ、いや、死んでない。とりあえず鎧履いて、シャルロット頼む。回復マジシャルロット頼みだよ。マジックパワーの壺。あ、そう、技を使わないようにしてるからね。そこを手動でやっていかなきゃいけないから、銀色のアイテムのために戻ってきた。敵はまあ復活してないか。やっぱボス戦ででもね、技ポイントたまってってるとだいぶ楽なんだよね。どっちだこれ。左はまたなんか戻される系かな。目的地は右になってるからね、ちょっと気になるな。覗くだけ覗こう。いけねえし。いけなかった。まず壁を破壊する。いや、待って、え、どういうこと。龍さん流されてるのは超めんどくせえ。敵はさ、龍さん関係ないの、ずるくね？いや、ほんとめんどくさい。使おう。とりあえず2人排除する。シャルロット減ってる。動きが悪い。 OK。 弱すぎて暴れ足りないぜ。あ、はてなはてなはてなあったね。こいつら持ってんのか。 OK。 しかも今度は
飛んでるやつらだな。シェイド、夜になってしまった。関係ないけど、ゲナイトメイドが出てきた。ちょっと待って待って待って、ほら突然出てくるとはやるな。砂の中で待ってたのか。サービスって何なの、マジで。なんか飛ばしてきてるけど、ゲイビルゲート、星屑のハーブを使ってるけど、なんだ、なんで使ってるんだこれさ。こん中入ったらあっちに戻されるっていうオチじゃん。まあ一応行ってみるか、せっかくだから探索しよう。そんな感じだな。戻れる、うわ宝箱がある、敵もいっぱいいる。ここで使おう。よし、結構巻き込んだ。ダークホース食らってんだけど、無駄。これどんな大きさだと思うんで、あんまり減ってないな。こいつはあんまり巻き込めてないのか。次、これでまだいる。サンタブレスめっちゃ食らってるし。あー、リュウさん流される。ちょっと待って、行け行け、たぶねー。宝箱を回収しないで戻されるとこだった。魔法のくるみ3個、まあ、魔法のくるみそれなりに使ったからまあいいか。敵は復活してないね。よしよしよし。いや、この飛んでるやつら、いて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 、これ食らうのかよ。いや、これやばいやばいやばい、リュウサでめちゃくちゃ食らう。4発目が当たらなかった。ほら、めんどくさ、ここはやばいやばい、結構なダメージだよね。魔法でなんであっちに固まってんだ。みんな流されてるからか。いって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 、頑張ってんな。あ、サボテンくんの経験値アップが発動してる。左、あ、女神像がある。女神像を守るデーモンたちか。こいつがあるんだよ。流される系かよ。いた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 、すげえ減った。あれ、こいつもなんかガードを持ってるやつと持ってないやつがいて、よくわかんねえな。ダークホース逃げよう。直前に回避コードを取れば逃げられる。おい、俺やばい俺やばい俺やばい。ちょ待って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 、どうすりゃいいんだよ。逃げる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 逃げろ。超戦いづらい、ここ回復 230% か。まあアンジェラとシャルロットが溜まってるからな。でホーリーセーバーみたいなのって使えないよね俺。シャルロットはセイントセーバー使える。デュランにかけよう。見て、あれは闇のマナストーン。待てよ、なんだってこんなところに。気をつけて、来るよ。そのまま戦闘？ん？どうなった？顔が二つ。あれ、なんか変な、気持ち悪い。ちょっと待って。シャルロットにしてセイントセイバーをとりあえずデュランにかけよう。いや、自分にかけてまず技やるか。しかもなんかターゲッティングされてるけどね。いや、自分にかけよう。でシャルロットにする。闇の真珠で、ちょっと待って、どっちだっけ、ハリセンチョップ。
え、当たってる？当たってるか。てか弱点になってる。あれ倒した？待って、もしかしてさ、いっぺんに倒さなきゃいけないとかそんなんある？ん？それとも先にこの2人を倒して本体が出てくるとか？え？そんな感じ？これが本体？再生？ちょっと待って、シャルロット、今重要なのはシャルロットのセイントセイバーをデュランにかける。で、デュラン2回を。で、ここで300弾取って、これが本体？ちょっと待って。わかんない、本体、とりあえず攻撃してみよう、真空拳で。まあ、当たってるは当たってるよね。アンジェラかなりやばいんだけど大丈夫か。すげえ食らってる。しかしめちゃめんどくせえ。デスペル、デススペル。デスペルじゃない、線があったかな。ゴリオス、それが俺の基本方針。やばい、ちょ待って、これ倒せそうだな、左が。倒そう。そんなに強くないからね。あ、なんだ、絶対倒した方が楽だ。デススペル、ホーリーセーバーとかかけ直した方がいいかな。そろそろ300溜まりそうといえば溜まりそう。こっち来てる。ちょっと待って、アンジラがやばいけど、とりあえず対戦ショップやっとこう。でそしたら速攻で変えて、あ、まずいスパイラルドット打っておけば大丈夫、無敵なはず。いや、わかんねえ、ヒールライトかけてくれた、ありがとう。でもう切れてるけど、どうだ。あー、でも1000人当たってたのが800になってんな。783とか、まあいいや、これで決める。いけるはずだ。最後の一撃、ダメだった。いや、もう再生されても大丈夫。あれ、ダメ、マジか。なんか結構厳しいのってきてな、めんどくさ。あー、倒、あれです、やっぱホーリーセーバーかけとくべきだった。お前ら3体の、ないね、なんか喋ってるけど、何を狙うの、これ、この光。マジで死んだんだけど。何を食らったのか分かんねえ。初めてゲームオーバーになった気がする。よく見りゃこいつ首ねえじゃん。まあリベンジするか。 230% でもあそこで戦いたくないからな。 300% にしてちょっと挑みたい気がするけど、回復できるからまあいいか。ちょっと戦おう、技使わないで倒す。あ、食べないと。痛い、全力で。こんなしちゃってるよ。痛い。とりあえず一匹倒したい。あんま溜まってないんだけど、必殺技ゲージが。280%、 283% とか微妙。まあいいや、回復してもう一回行こう。さて再戦で、左右を倒すときは必殺技使わないで倒そう。真ん中が出てきたら2人の必殺技使う。テンチテーブはとりあえずかけておく。ようやく見つけたぜ、闇の真珠。こうでしょ、でこれザコ。こいつらで使うのはもったいなさすぎる。で中心が出てきました。で自分はセイントセイバーもかかってるから、シャルロットに自分にセイントセイバーかける。その間に俺は真空拳を使う。で次アンジェラにセイントセイバーをかけてから
必殺技を使う、シャルロットが。痛い、ハリセンチョップ。どっちに当たってる、できれば両方当たってくれると助かるんだけど。で速攻でアンジェラに変えてセントビフを放って、スパイラルロッドを放つ。一応サインは倒しとこう、大した手間にならないからな。あ、もう死んでるか、左は。じゃあ右が死んでるか。デイボンブです。なんかちょっと嫌な図だな。でさっき必殺技を使うときにあれをかけてなかった、それがね、おごりだったね。人としての倒せるだろうというね、おごりを見せてしまったからやられてしまったんだ。逃げよう。また切れたね。で切れたから逐一セントセーブをかけ直そう。俺の必殺技効果あんま溜まってないんだけど、再生か。ここだな、ここで。あれ、どうなってんだ。効果、ほら、どこかな。でこれを壊して、あ、これか。お前ら3体の、でこれか、そういうことか。弾を壊せってことだ。いやー、ちょっと待って、これだよ。これやられると死ぬんだよな。わかんねえ、弾を壊すのが遅かったのか。よし、これで、あとは使おう扇風剣からの、もう技を連発していけるはず。ゴリオシャロット、シャロット、お前が決めるんだ。ハリセンチョップで決めてくれ。なんか当たってんだかわかんねえ、例によって。くらえっけ。なんか当たってない臭くね。あ、倒した。あの弾さえなんとかすれば大丈夫だ。あの必殺技に耐えられるだけのヒットポイントがないからね。26000。いや強かった、まさか2回も死ぬとは。失われたはずの闇のマナストーンが現れたから聖域への扉が開いたのね。あ、しまった、これは罠よ。敵は私たちに神獣を倒させてその力を吸収してたんだ。もう8体とも倒してしまったから敵は神獣の最終形態の力を手に入れたことになる。そんなバカな、それじゃあ俺たちみずみず敵を強くしまったってのかよ。くそ、こうなったらやけだ、負けねえぞ。やけを起こした、やけクソだな。ドラゴンズホールへ向かおう。え、向かおうってこのまま行くってこと。ちょ、アンジェラになってるけど。え、ドラゴンズホールって最終ダンジョンだよね、多分、確か。ま、そんなわけでとりあえず、じゃあ今回ね、マジ初めて全滅しましたけど、なかなか強かったよ、闇の神獣。じゃあ次は、ドラゴンズホール、この中かな、ドラゴンの形してるけど、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。